え皆様こんにちは。新しいもんづきで56年第51回始めます。えー、本日のゲストは前回に引き続き香港の Y.K. ケイ師匠とそれからセブから、えー、バスターさんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はいこんにちはよろしくお願いします。え前回はねあの食というテーマでまあ食と言いながら丼きとか香港のあの寿司ロ丼きネタから、うん、えその後まあ えー、日本の人がちょっと、えー、感じる香港の違和感というかその辺話したんだけど、えー、後半はね、えー、師匠が思い出話をちょっと語ってくれるんで師匠と私の間で大論争になったことが一つあるんですけどその辺も含めてちょっと、えー、まず師匠あの思い出話を、はいえー、ちょっとね昔の話になっちゃうんだけど、あのーまあ、60年ぐらい前だよねで、あのー、そのころね、あのーまあ、僕も子供で中学生だったんだけど。 あの中華料理ってね、あのー、チャーハンとラーメンぐらいしか食べたこと記憶がないんだよね。うん、で、横浜の中華街なんてまあ比較的近くに住んで住んでるんだけど、あの行ったか行ってかないか記憶がないぐらい行ってないんだよ多分<ー>行ってない。だから、あ<は>いや中華料理っていう、うん、まあ隣近所には中華料理やってのもちろん何軒もあって、うん、そこ行ってもちろん食べたことあるけど、チャーハンとラーメン以外食べた記憶がない。うん それは普通ですよねそれぐアメリカ行ったわけよ。でサンフランシスコに大きなチャイナタウンが北米大陸で2番目に古いという1番目はちなみにバンクーバーなんですね。でそこに連れて行かれて行って父親にチャイナタウンに連れて行かれてそこのレストランで食べたんです。で食べたんだけど今にして思うとね チャーハンも含めて全然口に入らなかったの。よ食えなかった食えなかったの。んでこれんか全然違うんだよ。口にした味が違う味も食感もね全部違うの。それ悪いっていう意味だね。いや違うってそれ悪いじゃなくて食い慣れないもんだから食えなかった。ほとんど食べれなかった。それほどね違いがあったんですよ。その時でもメニュー何だったんだろう あのねもう覚えてるのはチャーハンは覚えてる、うん、チャーハンとトマトと卵と牛肉を炒めたらあーだまあポピ,ュラーだよポピュラーだよねそれとかだ、まああのー、日本でいうホイコーロー、うん、ホイコーロまあそのぐらいしか記憶にないんだけど、うん、全然違うんで今まで食べたこともない味、うん、でこの要するにスパイスとかなんか全然違うんだよ。 だから全然僕ああ分かったそれは香りが香りも違う違うっていうのはあるよねでにんにくの香りもすごいでしょあんまりほらにんにくなんか食べつけてなかったからもう全くだめだった受け付けなかった子供の時って特に新しいものに対してね怖いから拒否感が感拒否感ねまずはそれほどね60年前で食べた日本で食べたチャーハンとかラーメンの味と サンフランシスコでいうまあ本場だよねちはチャイナタウンなんてね全然全く違ったその頃のしかしそのチャイナタウンってどっから来てる人が多いんだろうほとんど広東省ですこれ香港じゃないほとんど広東省香港広東省ということはかなりそのまあ広東料理だからねえお庭とそんなに変わらない感じはするよねだからそれほど違いましたまあこれが一つとね もう一つ、まあこれは比較的最近なんだけど、うん、実はこう TJ とで大論争になったことがあるんですよ。うん、それもね、天心ファン、<laughs> 天心麺、そう。<あ> <laughs> <laughs> これはね、どっちが <laughs> どっちがあのメジャーかっていう話になったの、ね、大論争になったの。でこれ決着は一旦ついてるんですよ。で一個もう一回あの改めてそのこのリスナーに問いたいと思うんだよね。<う>というのは。 僕はまあ関西出身で天津飯しか聞いたことなかったわけで僕は反対にねほら関東でしょ天津飯ってあるものっていうものがあること自体たら知らなかったそう天津となかった天津麺僕も天津麺しか知らなかったでしょだから関東はそうじゃないのなのかもしれないけどこれ決着がついたっていう一番大きな理由はそのもう 十数年前にね o g l e 一本勝負っていうアプリがあったのねそれアプリっていうかそのウェブサイトがあって2 <laughs> で二つの項目を入れて <laughs> どっちの方が検索でヒット率が高いかっていうことでその勝ち負けを決めるとで天心片側の窓に天津飯を入れてもう片側の窓に天津麺と入れて勝負ってやると 「1あの一本」って出るぐらいに圧倒的に天津藩の方が多かったわけ <laughs> 検索ヒットがね。と<ー>いうことは天津と,といえばその次には「 ファンがるんだっっててこことははそで証明され僕勝たずなんから麺の麺の麺の代わりにご飯の上にかけたけ麺が足んなくなったからでしょ麺が足んなくなったとか麺の供給がすごく難しかったからだからご飯になったっていうそういう説があるじゃんいやそれそういうふうに言っちゃうと天津飯の方が負けてるじゃないんかオリジンは天津麺であってその麺が足りなくたってファンなんだって言ったらんかまるでその天津飯の 逆に言うと、うん、逆に言うと、うん、飯が足んないから麺になったってこと <laughs> いやというかねそのもう諸説ありすぎてこれ真偽のほどはもう全く不明なんですよ。うん、なんいろんなものがあって、うん、で僕が読んだの昔読んでたのはその,、えー、その戦争戦後ねそのお米が足りなくなってその時に天心からお米が来てその臭いでしょ その中国のお米っては、うん、その臭いってこともあってそれを調理してそれをごまかすために天津天津ファンになったそれで天津から来たお米で作った料理ってことで天津ファンってなったって書いてあるんだけどなるほどね、うん、あな書いてあるのを読んだってことねでもそれ以外にもさっきももう一回調べたらもう諸説もありすぎてどれ取り上げていいのかもう分かんないののかかもんなやでもさ天津、うん、ファンうまいよねいやあのね これはね結局タチ、ね、が何が我々言いたいかっていうとそ,うその二つとも天津麺天津ファンしてもね中国じゃないんですよ <laughs> 名前すらないそれはそうだよ <laughs> な<い>だからだ,だからさそのしんちゃおちゃおまいっていうのはあるけどさ、うん シンガポールにないんじゃないかってこれはほらシンガポールにもありますって言われた今あるある今あるんだ僕も行って食べたことあるからそれオリジナルは違うオリジナルはバンシットカントンもそうそうそうパンジットカントンパンジットカントンなんてさ今こっちで焼きそばのことをみんなパンジットカントンであれカントン 広東風焼きそばっていうことを言ってるんだと思うけどう、ね、どう考えても違うよねいいあんなひどいもんないよねい<や> <laughs> 確かあの定時さんだっけあの北海道のがなんか前んのあの見せてくれたけど香港焼きそばっていうのは北海道にあるみたいなあったよね <laughs> <あ>香港焼きそばっていうのはあれあの例のあれですよ<や>シーヤーチャオメンですよ あの,言われのが朝だから、まあれだったら納得できるけど<ジ>あんなの日本で絶対食べませんよ、うん、違うと思うよ、うん、俺それだって六本木のさ、うん、六本木のアマンドの横にその香港ラーメンっていうのあって俺香港人と一緒に香港ラーメン食いに行ったことあるもん。<laughs> <港>だけどこれなんだってこれ,これが香港だめかってみてんな <laughs> 僕のねあの <laughs> 実家の姫路にもねあのでかい看板で、ね「香港料理」って書いてあるから香港料理ってなんだって思うねいつも見てて <laughs> いやもう,もうそういうの見たらた行きたくなくなっちゃうん、ね、だだからそれはそのあの日本の人が海外行った時に感じるその違和感 同じものを僕らはあ僕らというか中国の人は日本に行った時お前これ違うだろうっていうのを日々感じてるこ違うかあるよねだから要はね日本で日本でいうラーメンねたくさんあるけどこれをスタイルのものは香港でも最近ポピュラーなわけですよかなりあるわけいろいろだそういうのは全部日式麺なんだよそうだね日式麺なんだ,ーだラーメンなんて言わないよ日式麺が日本,日本のラーメンのことを、うん、香港では日式麺中国だよね日式麺でね 香港はもうそんなことも言わないね、うん、もうラーメンがもう完全な名称化しちゃったからそう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 いやだからそのねち日本の人にぜひ、まあ、知ってる人はいっぱいいると思うんだけど例えば日本,ほ日本の人が中華料理って言っと中華料理って言われると僕らえ,えって思うのはそれは四川があり上海があり、うん、北京がありそれから広東がありっていうそのそれぞれによってもう全然違う料理っていうぐらい違うもんだよね。

だチャオツ、師匠今,今、今あの今俺のあのなんていうのかなあの尻尾踏んでくれましたね <laughs> <laughs> あのその <laughs> そうなのじゃねあのそのね三十数年前のあの僕が来た頃はだいたい四四十今から四十二三年ぐらい前に香港来た時に香港であの虫エビあるじゃないうん。 あの要するにその、うんうん、でエビを食べたときに、みんなおいしいおいしいって食べるんだけど、はっきり言って、何がうまいんだか全然分かんなかった。それ、うん、で、本当,の,本当の,あの感想ですよ、僕が食べて、いや別に日本で食べてるのとあんま変わんねえじゃんって思ったわけ。で 3年ぐらいそういうものをガンガン食って、ね、日本帰ったわけであの友達にさすごくあの魚を輸入してる、あのー、人がいてその人にあ「中華料理ご馳走してやるよ」って言って、あのーえー、すごいとこと言れって赤坂の香港から、あのー、料理人を呼んで作らせてるっていう中華料理屋に行ってあのまさに香港でいうところの中華料理を食べさせていただいたわけ。うん でそれ食べてその時に一番最初に出てきたのがあのえ,えびのそのこう蒸したやつを出、うんね、てきたわけうん、うんうん、でそれ剥いて食べた瞬間にああこれだめだなと思ったわけああなるほどそしたらまああのあ安藤さんのお父さん,ん、うん、それ安藤さんのお父さんがもう亡くなっちゃったけど「あ川村君君香港の料理慣れすぎちゃったね」って言われた、うん、で彼はその,あの中国で生まれてずっとその、うん っててで、僕のその顔見てて、うまくないでしょって <laughs>、そんなこと言われて、はい、うまくありませんって言えないけど、うん、いや、おいしいですよって言ったんだけど、もう彼は分かってた、うん、で、香港ではヤオソイハつって、うん、あって、泳いでるエビをその、うん、あのあざっと揚げて、うん、そのまんま蒸して、ポって食べる、うん、でそれと、日本ではそれは、それはないから、冷凍してきたものを解凍してやるわけですね でその解凍してから蒸したものと、解凍する前に蒸したものの味の差っていうのは、僕、43年前に分かんなかったんです、うん、だけど、3年ぐらいずっと香港のもの食べて、日本に行ってそれを食べたら、あやっとその冷凍がだめなエビってこれなんだなっていうのが分かった。うん、そうですねっていう話をそのあの今。あの、うん 師匠にいたかったわけ。と<う>いうのは、冷凍の技術がね、やっぱり良くなかったわけですよ、昔は。うん、今は、セルアライビングシステム、CAS っていうんで、こう、振動を与えながら冷凍させて、うん、もう今は、あの、セルが壊れないわけね、冷凍。うん あの急速冷凍しても、そのなんていうの,さなあの、えー、細胞が壊れないからあの、そのまんま解凍すると、ちゃんと、なんていうの、崩れないまんま、中のうまみが残ったまんま調理ができるっていう、だからほとんどその味に、異がなくなってきてるんですよ。だから、一番最初、40数年前は、そののがあった、だから中国の冷凍技術っていうのは、恐ろしくひどかったのうだ,う、ね、だから今 からどうしようしねその、えー、中国の冷凍技術が良くなったというのはそんなに昔の話じゃないような記憶がある、うん、20年ぐらい前はまだちょっと首をかしげるぐらいのものしかなかったと思う、うん、だから僕は何がいたかったらいいですか言ったいかというとね3556年前というのは、うん、あの北京なんて行ってなんか食べるとね餃子類とか饅頭、あのーま、類あと麺類そういうのばっかりだったね。 でこれなんてねもっと南行って広東省の香港を含めたこの沿岸地方ねあと上海もう贅沢な食材ばっかりなわけですよ海産物だとかそれでもみんな食べてるわけだから香港とかこの辺の人が見ると北の人の食べてるものっていうのはそれこそ天津なんだよほとんどほんでね一番僕はねびっくりしたのはね 北京行ってねその、お腹空すいたからっつってねワンフーチンのどこだったかで、ねあのー、入ってね水餃子とかそういうもの食べてたわけ45人でほんでねあのー、お腹いっぱい食べちゃって、うん、あの,ー、のた,た,たくさん残っちゃったわけそしたらね周りにね何人も立ってるのよおお席待ちしてんだってわれごめんなさいじゃあすぐ帰るからってわれわれ帰ったんで席立って離れたらねその周りに立ってる連中がねそこそこ座って残り物食べだすんだよわれわれ残したものを。 これほどね北の人ってのは貧しかった高々3 5五年前ひど<ー>いよねこれね<ー>それが一番驚いた,た、ね、で今や北京なんか行ったらいやとんでもないよもうぜいたく何でもあるいや師匠ね僕ね昔北京行った時にあの水餃子好きかって言われてあのあ好きですって言われたらあのどん20個ぐらい。 水、水餃子来て。で、俺も必死の思いでそれ食べ終わってさ。で、うまかったかって言うまかったですって言ったら、もっとそしたら、その人が、いや、もうまた20個、うん、また20個持ってきて、もういいからって言って、で、だけど、来ちゃったからさ、またそれ必死こいて20個食ったわけだよね。<laughs> そしたら、最後にとどめの10個、これ食って帰ろうって言われて。ね、<laughs> 50個食わったら。 だからねあの水餃子ね今ちっちゃいからちっちゃいから食べれたけど、うん、だからでそれで一言見てもね食べ物が違うっていうことでもね中国を統一するっていうことはね、うん、これすげえことだなと思ったもん当時完全に違うんだよ食い物がかたや贅沢三昧やってんのにさたやもう全然、うん、あの南のから見ればこれ食い物じゃ天津だっていうものを主食にして食ってんだからさこれはやっぱりね難しいよね、うん <laughs> まあ全然違うね違うまあ日本のあの国土でもね,ね、うん、あの北と南まあ食べ物は違うけどね、うん、その日じゃないよ、うんうん、やっぱりそれぞれねまあうまいもんもあるしだって四川,四川料理なんてまあ一般的に辛いって言われてるでしょ、うん、だから辛いってのは貧乏なとこほど辛いんだよ、うん <laughs> まあそんなこと言うと怒るよ自然症の人いや今怒られるけど実はそうなんで要するに辛くてたくさんご飯が食べれるこれはやっぱり辛いんで寒いっていうのはあるね寒いし体寒いっていうのあるよねうん今みんなだからみんなこれも辛いさ辛いし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 辛いいうのはうまいよね でもねそれってさにあの、中国だけじゃなくて、あのまあ、日本もそうじゃない、ご飯をたくさん食べれるおかずがうまい,うまいっていうような位置づけになってない、うんご飯が進むむしろ中華料理、んうん、だから、そうそうだから中華料理っていうのは、ご飯っていうのは、ぎゅーって後の方に押しやられちゃって、ご飯を食べるっていうことはあんまりあのメインとして考えないじゃない、そのいだからそれの食,べて肉食べて、それは好きな時だよね。 リッチな中華料理まあまあそうだけど結婚式の時の中華料理のフルコース的にね出てくるものっていうのはだって炭水化物食わないわけでしょやっぱり貧乏ほどいやそれ間違ってる炭水化物食べないっていうのは間違ってると思うけど炭水化物うまいんだけどやっぱり金がある時っていうのは炭水化物は食べないでたんぱく質系だから動物の肉だったけどさ 炭水化物一緒に取らないとかこう落ち着かないじゃないお腹の中でもその結婚式のあの時見たら分かるでしょフカヒレ食ってでアワビ食ってそういうもの食ってる時にご飯入ると食えなくなっちゃうから最後の最後にだから僕らの中には炭水化物ダイエットなんてそんなもんありませんよ。全否定 とんでもない全きてるとんでもない <laughs> <laughs> いやそうそうそうたくさん食べましょうっていうのはあるけど何でもほどほどね食べ過ぎは何でもダメです <laughs> これはダメだかと,もかくとちょ食の世界とはそほどみんなちそれほど違うよ違うね、うん、特に中国料理の、あのー、味付け今でこそ何でも平気で食べるけど取り除いてはね <laughs> だからやっぱりねあのー、違うよ <laughs> それ中華料理で中華料理っていうのは何ていうのゴムな中華料理っていうのはたくさんの方に言われまし丸つぶしにして食べるっていうのが中華料理じゃないでもうんあのー、ね3分の1で食べたことないだろうって言われるんで中華料理でまあそれは言われれば確かにその通りだよね鳥、うん、類を一切食べないんだからこれは師匠ね、うん、師匠だけは鳥を食べないっていう、うん、でも北京だけは食べるんだよねあれは鳥じゃないし <laughs> これだよな、それだからさこれだ今このそのうちに石が飛んでくんじゃない <laughs> いや、あのね僕ね北京ダッグの思い出ねさっき師匠が言ったからちょっと思い出したんだけどあのー、神奈川県あの、神奈川県っていうかその横浜に中華街があるよねで兵庫県僕の兵庫県には神戸にあの中華街があるわけですよ中華街があってねでそこで初めてね行った時にあの初めて行ったっていうかその行って そこで、あの、北京ダックってうダックって噂では聞いて,きた,聞いてたけどこれが北京ダックかと思って食ったわけねそれはあの、うん、厳かにその、ウェイターの人が包んでくれるわけ北京ダックを。うん、<ー>でそれを食べるんだけど僕二切れしかなかったの一人。うん わかる。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 うん、このさ、香港にとかにいて、北京ダックって言ったら、北京ダックがその目の前に全部出てきて、で、そこからさばいて余るぐらいにそこにあるか、うん、あるいは半身って言って、半分のあれをするかっていう感じで、もうその自分で。 自分で勝手に包んでもう食べきれないぐらい食うっていうのがあれでしょ一、うん、人二切れってのつらいよね <laughs> びっくりしたいやでもそれしか知らないから一人二切れっていうのはもうちょっとないよね <laughs> 北京ダックってこんだけおごそかでこんなすごいもんな三十年前の話してんだけどね、うん、いやあの名古屋のさ、うん、あの、ま、もうちょっと亡くなっちゃったから僕の友達で出明さんって言ったんだけどこれ川村これあの北京ダックって一ついくらすんの香港はって言ったから あ150香港ドルぐらいかなと、その頃20円ぐらいからひとひあの一つ3000円ぐらいだよっていう場に答えて、うん、僕の一つっていうのはその、丸のまんま1個ってことね。うん。それお前高すぎないって言われた <laughs> そ,<だ>それでやほいで、が香港来た時に一緒に食べに行って、一つ頼むからって一つ頼んだら、お前これ、一匹かってからそうだったら、それは安いって言ってましたね <laughs> いや、本当にその、<laughs> その違いに驚くよね。 でも北京ダックって言えばねあのこれは僕のかん勝手な考えなんだけどあの北か南ね北京で北京ダック食うのか、うん、あの香港来て、うん、北京ダック食べるのかどっちを先に食べたかでよって聞きっちゃうと思うんだよ。それ違うんっだから僕なんかあの香港で最初から食べてるから、うん、要は皮がパリパリ。うんうん でもらて食べる時はなるべく肉をつけない<う>皮だけそげって言って、うん、もう薄っぺら向こうが見えるぐらい薄く皮だけそいでそれを食べるわけ。うん、でところがね、あのーうん、北京に行くとほんと一番有名店なんか行ってもこうみんなこうなんかマイダックみたいな感じで、あのー、自分決まってんだよ自分食べるダックが。でそれを「<ー>これ俺などと「これを焼け」っつってせ、うん、でこれを焼くんだけど、うん、なんかしっとりしっとりねしてんだよ。 で肉がたくさんついてて、あっ、これ俺、だめん食べれないよってってさ、ほとんど食べないんだけど、北京行って、北京行って。もっと薄くスライスしてくれれば通ないわけや。いや、その、言ったつもりなんだけど、だめでしょ、か日本人的には、肉ついてた方がゴージャスに見えるけど、なるべくつけずに。皮を、あれは皮を食べるんだそれもね、やっぱりパリパリにして焼かないと、皮だけをそげないよ。そそうでしょあの だって焼き鳥だってそうだね、鳥皮ってのあるけど、あれだってパリパリにしないとおいしくないじゃん。うんうん、そうだね。そんなことない？うん、そうそうそう,そう、うん。だからやっぱりそうそうそう。だから首相も焼き鳥屋に行って鶏皮だけ食えばいいんだよ。だから鶏が食えないってい人は。行か, <laughs> 行かない。行かない。ダメ。じゃないですか。鳥食べないって。ね <laughs> もうこれホットくしかない。 もうどうしようもないから。<laughs> いやね、あの本音を言うとね、<laughs> あの七十三人もなって今更食べるって言えないんだよ。そうだね。現実的に。そ<う>なるほど。もう,いうを過ごすべき。<ー>そう。それでね、うん、もう過ごす。うん、いや,いやだけどそのなんていうのかなそのこう料理っていうのはさあの料理人がさちょっとでも良くしようちょっとでも良くしようってこう改良するじゃない。うん。 例えば、あのーあのー、僕、すごく好き、中茶お料理、結構好きだった、うんうん、長州料理,で中茶料理が好きで、で中茶お料理でその、あのー、なんとか、包、あ、帯、のー、ウォーペンっていうのは、包帯、うんあのー、ちっちゃい牡蠣が入った、うん、あのパンケーキみたいなのがある。うん、あの薄いいのね<で>あ,のあ,あれーはその高級なとところに行って食べるとなんかこう卵がいっぱい いっぱい入ってて、なんか卵焼きみたく感じちゃうんだけど、うん、その、屋台で食べてやん。屋台のラムヤンガ台みたいな、<laughs> うん、汚い臭いところでさ、食べるとさ、もう、小麦粉ばっかりで持って、とろ<う>パリッパリに焼いて食べるあれの方が、うね、あ、ちょっとちょっと、よだれが出てきたああ。あれの方がうまく感じるっていうのあるじゃない、うん、だから、あ,<る>それあれっていうのは、要するに食材に金を、 なるべくちびってさそ卵をなあんまり使わないようにして何とか食えるようにしたやつがおいしいんであってでふんだんに卵使っちゃうとなんか卵焼きになっちゃっておいしくないっていうようなそういうムードはあったよ、ね、そこは B 級グルメと言われるところでしょう、うんね、そそうううだね B でやっぱりたこ焼きとかお好み焼きも、うん、その高級にしちゃったらうまくもないよね。や、うん、やっっぱぱりりそそのの 貧しい中から生まれてきた料理だと思うんだよね、ああいうものって。まあ、だからさ、うん、あ、俺さ、正直言って、明石焼きってあんま美味しくないと思う。いや、それはちょっと語弊だ。これ言うと怒られる。と思ういや怒られるっていうかそれは、そう怒られる、怒られるかわかんないんだけど。おいしいよたこ焼きっていうのを、なんか、カリってしてるじゃない。うん、でも、明石焼きって、俺が食べた明石焼きって、のはなんかこう、もうちょっとこう。とろっとしてて、そうそうあれは、だから、俺がうまさを理解してないのか,分かんない、わかる。それはね、また、行きましょう、今度。 やっぱりあるおい、うん、しいと思うそそのち,ゃんとちゃんとしたあか焼きを食ってないからい,いか,からどうしてもこの料理のことってその例えばたこ焼きっていうのがあってたこ焼きは好きだでたこ焼きよりもっとおいしいあか焼きって思っていってあ、うん、か焼きを食べると幻滅すると思うのね、うん、似てるんだけどんん似て非なるもんなんだよねだから 多分お好み焼きが大好きな人がもんじゃ焼き見た時にもんじゃ焼きなんてあんなもんなんだよっていう話になるけどもんじゃ焼きだけきだいうかもんじゃ焼きにはもんじゃ焼きのおいしさがあってもんじゃ焼きが好きっていう人も当然いてそういう意識を変えて食べ方で食べればきっともんじゃ焼きおいしいんじゃないかなと思うんですよね。いうのは僕例えばお好み焼きで あのもう焦げてあの最後捨てるかどうかギリのところのやつが鉄板にこびりついてこすって食べるあれも好きなんですよねもんじゃ焼きって基本あれじゃない<ー>なんかこうヘラでギューってこうカそうしてもんじゃ焼きっていえばね思い出したけどね、うん、後にも先にもねもんじゃ焼きって一回しか食べたことないんで僕、うんうん、で,でそれをなん,なんとねケンシャンチで食べたんだよ <laughs> そうなった。<laughs> うん ずいぶん昔だけどなんかみんなみんなねなんか持ち寄って食べたような感じの時だったその時にねもんじゃ焼きを作ってくれたねどっかどっかのおばさんがいたんだよ四人ので、それがあの、失敗したか何だか知らないけどこれ問題世の中こんなまずいもんないと思ってねなんかそれ見てくれ見た目も何かもうねひどいんだあれまあだから多分ねその 違うもんだと思って食べなきゃいけないとね。あの、だって、明石焼きがあんだけ、その市民権を得てるわけだから。うん、明石焼きだってきっとだ、ね。そうそうそう。美味しいね。で、たこ焼きを食べ慣れてる人。食べ方が違うんだね。そう、ね、違うもんだと思って食べると、うん、あれはあれで、すごく美味しいとい、ね。だから、あれをね、うん、あれ、多分もんじゃじゃないと思うんだ。失敗作で。うん、<laughs> それはね、わかんないけど。<laughs> ね、だから、一回ね、ちゃんとしたところで、もんじゃ食べてみよう、みよう、みようと思ってて、今まで。

えー、サンマーメン事件ってのがあったんだ、ね、よ<あ>サンマーメンねああ、サンマーメン事件ね、うんうん、これはさちょっと知らなかったねサンマーメンサンマーメンっていうのをご存知の人が一体この聞いていただいている人の中で何人いるか分からない,んだけどいや神奈川県出身なら多分知ってますよみんな 神奈川県全員知ってる？じゃあ全員じゃねとあの遠くにあの横浜周りそ、ね、あの近辺伊勢崎とかの辺の人でしょ？まあ<う>伊勢崎町はもう隣にあるから <laughs> いや <laughs> これねどういうものかというと知らない人のために言うと僕はねある、えー、こ今から四五年前かなのあの二月の十四日ですよこれあのというのはその時にあの日本ではあの C.P. プラスっていうねあのカメラ賞が横浜であるわけですよあと一人で行ったんだっけ？ いやいやいやあの時はあの僕行かなかったよ。そうあのこっちからは香港からは師匠も僕も行ってる。僕も行かない。僕一人で行ってで現地でそうそうそう西脇さんが来てで二人であのじゃあ見てみようかって言ってあの行ったわけ。そしたらさなんとその日大雪が降って雪が降った中止になっちゃったんだ中止になったんだよ珍しいことにそのえ今まで過去なかったことなんだけどその CP プラスが一日え今日はありませんって言われてもうあの落胆したんだけどで。 やることもないからどうしようかなと思ってそれであのレンガ倉庫だっけ、うん、あの横浜のね、うん、あそこに行ってで崎陽軒かなんかあの辺で食おうかなと思ってパッと見たらさそこに崎陽軒のメニューに「サンマーメンって書いてあったの。で写真撮ってインスタ,インスタだかフ,ォローあのフェイスブックに上げて「あようやくこれ師匠がずっと言ってたあのサンマーメンっていうのが食えるからここで食おう」って言ったらさすごい勢いでみんながあの「やめろ」っていうの。うん でやめろってどういうことって言ったらそんなとこでサンマーメン初めてのサンマーメン食ったら負けだって言って何が勝ちか負けか分かんないけどさ <laughs> そんなとこで食うんじゃないそんなとこで食ったら負けだとかさあの梅ちゃんとかさ師匠がい,いろいろ言ってくるわけであのサンマーメン食うんだったら<ー>そこからちゃんと「あのザキに行け」って「う。ザキってなんすか?」って言ったら「伊勢,伊勢崎だ」って言あの 玉,仙だから玉にね、玉っていうか王様の天皇玉、ね、に泉亭っていうところがあって玉仙邸だから玉仙邸だからそこに行けばね、うん、そこが発祥だと言われてで雪でタクシーは走らないし交通機関も止まってるわけもう雪が3 0ンチぐらい積もったんだからその日で <laughs> その中を俺歩いてあの伊勢崎まで歩いたわけもう相当あるよ本当にもう死ぬ思いだよあれもうズボ。 ズボっぼっついた時にはもうあのズボンぐっちょりだからね。<laughs> でであのもうしなびた本当にもう終わってるなっていうような店にじいさんとばあさんが何かいてで、えー、その時写真撮ったけどさ「えー、すいませんさんま麺」って言ったら「さんま麺」って言って出してくれたらあんかけにもやしが入ったもうこ何俺この寒い中これわざわざこんなとこまで来たんだっていうぐらいしょぼくれた麺が出てきて食ったと。 俺、あんなことならもうあの、レンガ倉庫の中のあの、あそこで食った方が何ぼか良かったと思ったんだけどそれが僕のすごく嫌な、あのー、サンマーメンの思い出サンマーメン記念日そうさくそみんなが食えと言うから食ったサンマー記念日から <laughs>、ねね、サンマーメン記念日だ多摩川西から <laughs> ーあれこそ貧しい,っていそんなものだだってさあんかけ <laughs> ええー、もやしいやナルトが重要なんですナルトやない、まあ、ナ,ルナルトかナルトもやしキャベツ豚肉そのぐらいだね豚肉入ってたあのあのばバ,バラ肉をちょっとこう切っ,切ったぐらい、まあ、そのぐらい入ってる、まあ、あれを食うために俺もう雪の中もう何時間かけて行ったってとんいやそれで、うん、いやだけどそれであんま美味しくなかったわけいや美味しくないか美味しいかってそんだけ言ってるからもう腹は減ってるから美味しいよね <laughs> うん、ただでしょ、だからそれで苦労していく価値があるかどうか,から雪。雪道を<う>一生懸命行って、食べたからうまく買うう。まかったのそれだっての、大雪だよ。のうん、そなんていうの,あの、あの、なんだっけ、たくあん和尚の話を思い出すじゃん、それ。たくあん和尚が、ほらさ、いや、世界中うまい飯おこしとしてやるってって、でも朝から晩まで掃除ずっと、それでいつ飯食わしてくれるんだっていって、いや、そこの廊下、全部あの拭き終えたときにあの、ちょうど、 あのご用意ができると思います」もう必死の思いでやっても腹をペコペコでいって出されたものが一膳のご飯とたくあん二切れだった <laughs> だけどそれを食べた時に <laughs> あこれがうう甘うまかったっていうあのそれと似たような経験をこの話 120, 120キロ走って、うん、もう,そう,そう,そう空腹がもう最大のソースであるって言えてる言えてるいやい、ね、まあそれに近いそのそ,そういう意味ではあの いいい思い出で、これまだに話ができるんだからいい思い出なんだけどまああの三万麺っていうのはちょっとねあったね、うんうん、でね,ねあのー、ね今ねその、香港ってさっきもちょっと話出たけどその香港とか台湾って集積文化っていうのがあるんだね集積っていうのは小さい食べるっていうかで、ね、積とか言うんだけど、うん、僕らねスナック,ナックおやつ いう感じでちょっと小腹が空いたときに屋台みたいなところで食べるものとして一番有名なのはカレー牛タンて言ってカレーの味がついた魚のこれはねこれは語りたいねこれはあの香港の一番それだよ。誰でも食べてるって。とにかくその 山手のさ駅あるじゃないのあののほら駅左側に U タンのカレー U タンの何ていうの売ってるとこあるじゃないあそこの前通った時にいくら腹がいっぱいでもあのカレーのカレーンっていうのを多く並んでカレー U タそンのつとナツがこうさしてくれて10ドルぐらいとねそういう感じであってそれからあと何かなうんちゃいちっていうのかな 偽フカヒレスープみたいなやつねあんかけの中にフカヒレっぽい何か入ってあれはバスターさんにはアピールしてないんだ僕は大好きなんだけどまあずかないいあのさおかゆを食べる時にさヤウチャクワイってあるじゃないヤウチャクワイっていう揚げパンみたいなのあるじゃない。 揚げパンを、そのこう、うん、こう、あの、なんていうのかな、おかゆで浸して食べるじゃん、こうやってさ。で、あれを、その、あれを、あの、あれの食べ方っていうのを、 その、どう食べたらいいかっていうんで、なんか決まりがあるんだって、横浜の中華街は。で、香港その、厳しいことないよね。なんだろ、どうやって食べるの言わないけど、いや、横浜はあって、で、その、それをなんか、細かくちぎったの入れて、そのスプーンですくって食べると、横浜の、横浜の人が、ちら、ちら見されて、あんたも、ぶさほうなやつは、ぶさほうなやあの、あの、あの、おの中にこう、浸して食うもんが、その、 この正式な食い方なんだよっていう話を聞いたわけでそんな目で見られるんならもう食いたくねえなって話になる香港はその自由だよね切って入れる人もいるしそれは自由だねん、そうそう自由ねぎとねそれから胡椒ょ入れるよね胡椒大体入れる大体の人は胡椒入れる塩あ塩胡椒ねあじゃなあの白胡椒。そう白こし宇宙ファンっていってね宇宙ファン入れるよねあとね我々が言ってるのはね昔からね あの華僑というね、要するに海外に出てったの中国人。これはやっぱりね、ナンバーワンがね、広東省なんです。いや、福建。いや福建も多いけど、広、うん、東省多い。だ、うん、次が福建ですよ。うん、あと中茶とかね、うん、あの辺ね。まあ、うん、南部の沿岸地が多い。だから、日本に行ったらほとんど広東が多いんです。 日本の中華街っていうのは先祖っていうか先祖だよね全部ほとんど東人です神戸の中華街でも東通じたよ今の二世もう3世4世の時代だからもう中国語全然ダメって言ってか人も多いらしいけどそれで中国からの留学生なんかを使ってるわけですよアルバイトでみんな今の中華街とほとんどプートンファだから。 今ねそうだねでもさ日本はさこの集積文化っていうのが昔はあったと思うんでねそれこそお好み焼きとかっていうのは本来スタートは学校帰りの子供たちにそういう安いものを食わしたっていうことだったと思うんだけど駄菓子屋っていうのが昔たくさんあったからとかねでも駄菓子ってなんとなく乾物っぽいじゃない乾き物っぽいじゃない やっぱり今はね、うん、とにかく日本はねそんなことをもう全部吹き飛ばしちゃったセブンイレブンというかそのコ、ねまあ、コンビニねまコンビニコンビニが全てを文化を吹き飛ばしちゃったそうそう、ね、デザートスイーツ類も全部あるからね美味しいおしいだから日本っていうのはもうその、そういう商食習食文化っていうのを吹き飛ばしちゃったと思うんだよねなんそれぐらいコンビニが、うん、その、街日本全国あらゆるところにあってで あの統一された美味しいものが全部あるっていう。うん、そんななっちゃったから、ちょっとその面白みには欠けるよね。うん。うん、あとね。いや、まあ、ちゃーチャン店行って座って、やっぱりその。えー、なんていうの、さい、再投資。うん、あの。再投資。ええー。フレンチトースト。再投資ってなんだっけ。あの <laughs> フ,レフレンチトースト。そうそうそう。フレンチトースト。俺フレンチトーストの本物食ったことないけど。あの香港の再投資は。もう。頻繁に食ってたよね。ね美味しい。 であんな体に悪いもない。あんな体に悪いもないと思うんだけど、あんなうまいもんない。いやだからさ、俺がその昔そのおふくろが作ってくれたサイドシっていう、うん、あのフレンチトーストっていうのは牛乳に浸して卵で。うん、日本はそうだ。そうそうそう,そう,そうよね。うん、あの本家のは揚げパンだもん、ね。うん揚げパンだ そう,そうそうそう。あれは、いや、日本のやり方が、その,の、正式じゃないの多分,な多分そう多分そうじゃない正式ってか、あのー、牛乳にね、すごい長くつけとくんだ。そうで、長くつけといたやつを、そ,<う>その、うちもね、あのー、母親はそうやって作ってた なのあのれは俺もあんまり好きじゃない。あれは鑑識。だからあれはイギリスの鑑識。イギリス伝統のイギリス式アフタヌーンティーから来てんだよ。アフタヌーンティーにあんなもんない。あれはもう怒るよ。フランス人に。ほら、香港人のポピュラーな朝食のマカロニ。あれだって絶対イギリス文化ですよ。あれイギリス人が始めたんだよ。中国人がはめるわけないじゃん。あれね。 香港の朝食で言ったら出前一丁でしょ。ね、あ、出前一丁 <laughs> これね、これ、これこそ俺は衝撃受けたわけ。<う>ね。朝からさ、インスタントラーメン食べないでしょ、普通まず二つびっくりした。まず朝から食ってるってこと、うん、それからもう一つは、うん、お店で出すってことがね。そうそうそう。で、しかもさ、あの、 普通の麺は、あの、出前一丁じゃなくて、<laughs> 出前一丁頼むのには、1ドルか2ドル追加しなきゃいけないっていう、出前一丁アップグレードってあってる。それから、さらに驚くのは、出前一丁を使った焼きそばがあった。あるよ、ある。 うまいんだよね。あれがうまいんだ。い、うん。すごいよ。あれがうまい。いや、そのさ、焼き、<laughs> いや、その話したら止まんないんだけど、その、であの、それと、出前一丁がいかにすごいかっていうとさ、あの、火鍋やった後の残りのソースの中に、出前一丁入れて食べたいっていうやつがいるけど、ね、出前一丁チ風切らないで持ってきて、風切らないで持ってくるじゃん。<laughs> ほいで、風切って、ほら、出前一丁今から風切るぞって、プシュッてやるっていうのは、あの、あの、その、おごそかさ、<laughs> そうだね あれはやっぱりひな鍋の締めは香港人の一番ポピュラーなのは出前っちょでも最近ねうどんがねのしてきてるようどん入れるの結構多くなったうどんにねんワンはいつもそれでねアーギュメントになるわけよオク俺出前っちょだろうって言うと「うどんだ」って言うんだよね両方入れりゃいいじゃん食いきれない 本当ね日本からねいあるおお客さん来るいとこなんか来るとね必ず火鍋に連れてってね最後に出前一丁入れ受けるんだよこれうんああいや受けるでしょ美味しいしね美味しいうんいやいやいやでまあ時間もあれだけど最後に最後に最後にあのこれお願いですけど私からのねあのねあの変なあの中国語っていうか日本語訳を中国に来てあんまり使わないでください。 ままた始まった始っ <laughs> あのね一つはねちょこれ中国語じゃないけどパクチー,ああクチーこれタイ語ですからね、うんうん、でねこれをね一番端的な一番が俺傑作だったのがね、うん、あ,のあれですよあの台北のねティンダイフォンの本店に行って食ってたら隣にいた日本のね何人かあの23人から女性まあ OL っぽい実際女性が来てねウエイトレスにね「オープヤパクチーオープヤパクチー」って言ってんだよ、うん。うん えポカンとしてるわけウエイトですがでね本人はパクチーはいらないパクチーを入れないでくださいって言ってんだよ「プヤオパクチー」ってこれがね俺口から青おいて笑い出しそうになっちゃったんだけどさそこでやっぱり師匠言ってあげる言ってあげましたその時はさすがに「タプヤオちゃんザイラス」って言ったらね分かったあれは香りのナッパこれがシャンザイ 要するに日本でいう交際ね、香りのナッパ、これがあのパクシあのパクシですから、パクシはタイ語、間違いない。もう一つ、あれなんでパクシってあんなにあのなんか市民権を得たの？日本の人みんなパクシだっけ？うん、だこれやっぱタイ語がそれだけ、だすべてにそうパクシ、すべてにパクシをそれると、中国語だと思ってる人が意外と多い。ああ、まあその、そうかもわかんないね。それとね、もう一つあのパーコメン、これやめてください。 パーコーメン、パイクは、関東もだよパイクはね。で、あの、うん、普通の北京語だとパイクですね。誰、うん、かパイク、ど,うん、イクどうして誰がパーコーメンって言い出したか分かんないけど、これもね一生懸命言ってた人がいたんだよ。パーコーメン、パーコーメンポカーンだよね。 やめてください。こう変なね。いや、きっと林太本だったらパーコメンって書いてあるんです。いやいや、書いて書いてあるあるかもしれないけど。書いてあるよ。パーコメンで。林太本だったら角度。あのクワのクワクワっていうのをクーと発音する民族がいるのかも。いや、どっかどっかはどっかの方言でパーコメンって言っかもしれないけど。でも一般的じゃないよ。一般的じゃないかもわかんないけど、そそこの人はパーコメンって言っ それが日本でただそんなマイナーなのがさ<分>なんで日本でパーコーメンになるわけこれこれ分かんないんだよやめてほしいんだよこれ <laughs> 出ましたね師匠の師匠のい<や>あのおっやおっぴやおっぴやおっってことでやおっぴやおっぴやおっぴやおやむしろやおっぴ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 やあるかもしんないな、うん、あのよくあるじゃん<ー>中国人のモノマネするあのえ何、ー、だっけあの 私ああるるよとかじゃ日本でよく言われる。中国人のマラソンなんとかあるよ。私これよとかさ。あんなこと言う中国人いないもんね。いないよね。いないけど、あれが中国人だって言われた中国の人がそれをやることによって、その、お白おかしく話すっていうようなね。そうそうそう。う。から一番安住さのあの、僕らが、その、香港の人と一緒に、あの、ハードウェア、日本からハードウェア輸入して、その、 あそこで売ろうって言ったじゃないあのー、ゴールデンショッピングセンターで。あの時に彼らが一番最初に言ったのは、あのー、どういうキャッチフレーズにこのお店をするかって時に、ヤプン、マットヤウって。ヤプン、マットヤウ。うん、マットヤウ。だから、日本、すべてがありますっていう、うん、そういうことでしょだから、 そんなの全てがあるわけないじゃん <laughs> だ。だけど、彼らはそれを日本語にして、日本全部あるっていうあのお店のキャッチフレーズにした、ね。日本が全部ありますっていう。だから、それ日本語じゃないもんね。日本でそんなキャッチフレーズ言わないでしょ。だから、ちょっと違うんだよね。そのかあのいわゆるあの、人の心を捉えるときに、あのい<や>用いる方法が、香港の人,が港の人と日本に抱いてるイメージって。 そういうことがあると思うんだよねだからあの散髪屋には必ずさ「脳が入ってるよねそう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 かっこいいだろあれ多分ね何何「のいや全て「脳入れるとそうそう「神の」とかさ神の設計とかさいや最後にはさ「神の神」っていう店もあったよ <laughs> すごいない本当にもうあの <laughs> 香港の散髪屋は本当に「の」が多いよね多いうん多い多いだ分だんなんかかっこいいんだろうなあれなひらがなの,の、ね「ひらがなの」がすごって。うね、ん まあだから日本っぽく見えるからじゃないのまあいろいろ理由はあるんだろうけどさまあ理由はいろいろあると思うけどねまあということで本日もあのー、いい時間となるというか時間過ぎてしまいましたけどもはいまあこんなところで全くもう恐ろしい脱線した脱線に脱線を重ねちゃったけどね <laughs> あのー、そういうことでうん、うん、え今回もいろいろと今日戻んなかったじゃん <laughs> いやいや これはいいんですよ。これ今日は一応食に関することということで一応あの中には食としてはあのつらなってた。なるほどね。なるほどね。はい。そうか。はい。裏テーマが本当になったってことで。そうそうそう。大丈夫です。ということで今日もあのこの間ね最後まで聞いた人は聞いたとだけ書いてくださいって言ったら何人かの人が書いてくれましたね。ありがとうございました。聞いた最後まで聞いてくれてる人がいるんですよ。 でね、あのー、中野さんとかね、うん、聞いたいうん、うん、聞いたあの聞いてる人でこのユーチューブで聞くよりも、えー、Spotify とかそれから、えー、あとなんだっけ、えーうん、ポッドキャスト、ポッドキャスト、ャスト、トのアプリの中で、うん、新しいも門好きで五十六年って検索してもらうと多分登録できると思うんで、そこの方が聞きやすいと思うんで、うん、えー、よく聞いてる人はぜひそちらから聞いてください。それそれで帰ってきてこっちにコメントしてくれると嬉しいね。あのー、あっちはコメントできないからね。 だからコメントするときは「新しいもん好きで56年」まあ、これ長いからちょっとやりにくいけどね、まあ、あのコメントしていただくのが、うんまあ、あのフェイスブックでもいいよね、うん、<laughs> コメントいただくのが何よりも励みですから。うん でこの間からね師匠がしつこくていいっていうコメントを何件かいただいて僕は師匠をこう落とし込めようと思ってこの番組やってるのに師匠のファンが増えてるっていうねなんかおかしい状態になって間違ってるね間違ってる間違ってるこれやっぱ正道でしょということで僕はだん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 あの辛い目に遭わされてるんだけどねということで今日もあの本当にありがとうございましたご視聴ありがとうございましたはいそれではまたありがとうございましたはいまたさようなら。 We'll be right back.